全力ファジライブ、今日はこちらの選手です。高木優也です。よろしくお願いします。今シーズン横浜 FC から完全移籍で加入したディフェンダー高木優也選手24歳。高木選手はおととし J1 の横浜 FC で29試合に出場し1ゴールを記録。昨シーズンは夏に期限付きで J2 群馬に移籍しプレーしていました。突破力と左足からの正確なクロスが持ち味で、3月の金沢戦では移籍後初ゴールを決めるなど活躍が楽しみな選手です。移籍後初ゴールもすでに決められてますけれども、あのあたりのゴールっていうのは今振り返ってみてどうですか？あれはやっぱ自分の良さである、この左足の突破力からのシュートだったので、ああいうプレーをもっともっと増やしていけたら自分の良さが出てくると思いますし、まだアシストができてないのでそこにこだわっていきたいなと思います。読書が好きだというふうに聞いたんですけど、はい、うまくいかないときにその自己啓発読んでメンタル整えたりだったり、まあ、暇なときはカフェとか行って小説読んだりとか、結構一人も好きなので、まあ、そういう意味でやっぱ自分と向き合う時間っていうのを大切にしてます。目安として何冊ぐらい読むんですか？1週間にだいたい2冊ぐらいですか。おハイペース。まあそうですね、ほどほど。普通に寝て腹式呼吸をするっていうことなんですけど、まあ、その試合前だとやっぱ高ぶったり、まあ、そのいろんな雑音だったり不安とか、まあ、そういうのがあるので、それをすべてなくすために新しい心で入るようにしてます。どういう結果であれやりきったと思えるシーズンにしたいですけど、まずはそのチームとしてはその J1に昇格するっていうのをやってきてるので、まあ、その J1 昇格するための立役者になれるような選手になっていきたいなと思ってます。